ということでね、長山幸男と申します。よろしくお願いします。僕ね、長崎県佐世保市の出身なんですけどもね、今日はね、この佐世保市の方言、佐世保弁についてね、お話ししたいと思いますけども、このね、佐世保弁っていうのはね、さしすせそ、作業が特徴的なんですね。で、それを踏まえてこちら見てほしいんですけどね、はい、好きだよって、これはこの例文をね、佐世保弁に直すとこうなります。うん、好きさ、うん、ベネッセと同じ言い方ですね。うん、で、まあ続いてですね、皆さんこれ何と読みますか。これ何と読みますか。そう、先生ですよね。これもともと作業が入ってるものになるんですけども、じゃあこれどうなるのか、地元の年配の方がこれ読んだらこうなります。先生ね、さしすせそうか、写真収集書になっちゃうんですね。じゃあこれを踏まえて、じゃあ続いての例文こちらですね。佐々木先生が仕事を早くしてくれませんね。さっきの先生がありますね。あとこのしてくれませんというこの否定文もね、作業に変わるんです。それを踏まえてこちらね、佐世保弁に直すとこうなります。しゃしゃくしんしん、仕事がさっさとさっさんさね、もうほぼ作業で喋ってますね。もう後半なんてさしかありませんもんね。まあ早口言葉みたいになってますけどもね、役所に行ってね、これ言えなきゃね、住民票取れないらしいんですよ。なのでね、僕がね、お手本でちょっと3回連続で早口言葉言ってみます。はい、しゃしゃくしんしん、仕事場さっさとさっさんさ、しゃしゃくしんしん、仕事場さっさとさっさんさ、仕事で地元に帰れなくなりました。どうもありがとうございました。